作って、はい、なので今日はこうしようっていうのはあまりなく、はい、あんまり制作工程っていう決まりがないから、そうですよ、ね、ここまでいっちゃうかな。書きながらここは線にしようなんて決めていかれるんでしょうか。そうですね、あ、そうですね、偶然性もていうか偶然性があってくれた方が、はい、いいかな。設計図がないので、はい、でも鈴木さんといえば線がすごく描かれてますよね。そうですね、っていうよりは線です鈴木さんといえばって言えないんだけどうん、今回 DM、はい、すごい本当に抽象的な感じですけど、そうですね、今回大きいのもだいぶ抽象作品になる感じで仕上がるんでしょうか。どうしようか、木とか出てきたから何か出てくるのかな。気になってきます。何書こうっていうより、こう何出てくるかなみたいなぐらいです。ああ、こっちの方がいいとか、こっちの方が面白いとか、そういう感じで書いてます。ああ、出来上がりが完成がないって言ったら多分見てる人困りますよね。吹き出るイメージ。教科書 の、はい、あの人物紹介の写真略書きするとか、そういう感じなんですかねそういうのの延長なのかも。すごいたくさん出てくる。
Thank you.